梅田春は、日本のフランス文学者、劇作家、小説家、追筆家。本名は、梅田明。慶応義塾大学大学院修了。舞台劇や、ラジオドラマの脚本、ものの歴史に関する著述や翻訳などで活躍した。パイプや万年筆などの収集家としても知られる。梅田餅を、梅田美川子。1920年。 東京府東京市四谷区藍住町の暗闇坂で、ロシア貿易会社を営んでいた父、梅田清と文学者の母、玲子の間に、6人兄弟の罰子として生まれる。当時の梅田家の家風であった、ヨーロッパ的な生活習慣の中で育ち、1926年、慶応義塾幼稚舎入社。以後18年間大学院まで慶応の一貫教育を受ける。 外国製の家具調度品に囲まれて育った梅田は、幼少時からものに対する愛着が深く、5歳頃から鉛の兵隊などの玩具収集に熱中していたが、1930年の春、家庭教師として、梅田の世話をしていた10歳年長の重子から、デラルー社製の万年筆を譲り受けてから、万年筆をはじめとするものの収集に熱中するようになった。 知的好奇心も旺盛で、母がマルゼンから購入した、チッペンレール風の専用諸葛きのブリタニカ百科辞典、第11版は、梅田の青年期からの愛読書となる。1931年に実家が没落、梅田は母と共に借家に転居する。1937年、マルゼンで、全十巻からなる洋書のジーヌ・ラビッシュの擬曲集を購入。 フランス喜劇の戯曲に興味を抱き始める。1941年に戦争のため母の実家の別荘がある神奈川県中軍二宮町に疎開。大学在学中からフランス文学に傾倒していた梅田は、1943年、見た文学に当時の編集者和犠牲三郎から書評を書くことを勧められ、卒業論文に当時深い関心を寄せていた。 フランスのポピュリスト、ラビッシュについて、ラビッシュとその作品と題する評論を書く。しかし、内容が共産主義的であるとして、当時の内務省から注意を受け、一時、見た文学が廃刊の危機にさらされてしまう。梅田は、急遽、モリエールについての論文を提出し、危うく処分を免れる。また、この年梅田は、最初の結婚をした。1944年、 慶応義塾大学大学院仏文学研究科を終了。終戦後しばらくして、最初の妻と離婚し二宮在住の女性、石井義美と再婚。1946年に中央公論出版部にしばらく勤めた後、12月から1年余り、道県内の茶屋町で菓子本屋を営む。1948年には慶応文化学院の講師に就任するが、 フランス文学の教職活動と並行して小説の執筆やラビッシュなどのフランス技局の翻訳活動を始める。1948年10月、群像に妻のよしみをモデルにした長編小説5月の花の連載を始める。風のない夜が上演されたアマチュア演劇祭のプログラム1949年春、劇作家としての諸女作となる舞台劇脚本。 風のない夜を発表。6月には結婚前の娘の心情を描いたラジオドラマ脚本結婚の前夜が NHK ラジオで取り上げられ梅田は放送作家としてデビューする。翌年には5月の花が佐藤春夫の推薦を受け第2回水上滝太郎賞を受賞。その後内村直也の門下に入り劇作家として 本格的に執筆活動を開始する。1951年演劇人育成のために内村と芸術協会を設立し後進の指導に当たる一方新進脚本家として旺盛な執筆活動を行った。中でも舞台劇の未知なるものラジオドラマのちゃっかり夫人とうっかり夫人や母の肖像などは聴取者や評論家たちから高い評価を受け、 一時は、東方の専属脚本家として、川端康成の伊豆の踊り子の映画脚本を書くなど、昭和30年代にかけて、数千本に上る脚本を執筆したという。1953年10月13日、梅田の父、清が狂心症のため81歳で死去。梅田は当時放送中だった、ラジオドラマ、美きを小説に書き直し、亡き父に捧げた。 1955年結核のため妻の吉見が死去。梅だけは東京都渋谷区に転居。しばらくして宝塚歌劇団出身の女優と3度再婚するが、いずれも間もなく離婚。1959年には映画女優の万里洋子と再婚。翌年、長男持ち夫が誕生したのを機に劇作家としての活動から退き、広告代理店の白報堂に入社。 この時期には仕事の関係で当もしている。1960年には同社の取締役に就任し、2期4年間その任に当たるが、長女の美香が誕生したのを機に白報堂を退社し、日本放送作家協会上無理事に就任。世田谷区大沢に転居する。1965年以降は親から譲り受けた梅田ビルを拠点に作家活動に専念。 風俗についての研究をはじめ、よろずもの収集家を自称。若者たちに呼びかけて、雑学の会を主催し、古今東西の雑学を収集した。その一方で、女の有料道路、紳士のライセンスなど、風俗やトレンドに関する著作の執筆を始める。プラチナ3776,970年以降の梅田は、幼少時から関心を寄せてきた万年筆。 時計、カメラなどのものの歴史に関する著述や海外文献の翻訳、パイプタバコウイスキーなどの試行品や雑学に関する随筆集、実用書やゲーム関連書など約3年間に30冊に及ぶ著書を発表。1972年5月には西洋骨董の同好会、ジェムの会を結成し、アドバイザーとして会の運営に携わった。 1970年代半ばには取材のため数回に渡って再び東欧。1975年には梅田ビルを拠点にアンティック社を設立し、西意を骨董情報し、アンティック情報を創刊する。1978年プラチナ1万年筆、株式会社と共同でコラボレート万年筆、プラチナ3776を開発。 発売後6ヶ月で15万本もの売り上げを記録し、万年筆、愛好家たちの話題となった。1979年には、他年に及ぶ文化史研究、雑学収集の成果を集大成した著書、博物収集館、前後館を上司する。1980年6月、最大者の心得を解いた実用書、嫁さんをもらったら読む本を上司。続けて、 共同執筆による文房具についての解説書、ステーショナリーと万年筆の話のための原稿を書き上げた後、体調不良のため8月に慶応大学医学部附属病院に入院。12月21日、肺がんのため死去。去年61。同月23日には、国別式が営まれ、愛用のモンブラン万年筆や原稿用紙とともに、 港区元麻布の龍騒ぎに葬られた。ウジェーヌ・ラビッシュ・メダの作家としての出発点は、ラビッシュなどのフランス儀曲にあり、諸女作の儀曲、風のない夜は、作者自身によると、フランス儀曲からの影響が、色濃い周作に留まっていたという。小説においては母親への切なる愛情が感じられる、母の肖像や、二番目の妻をモデルにした、五月の花、などには、 フェミニストとしての梅田の一面が見られる。しかし、後年、梅田は著書の中で女性に対して差別的な発言を行い、物議を醸した。なお、梅田が小説を書いていた期間は、自作2曲のノベライズを含めて5年ほどであり、間もなく劇作家へと転身する。ミュージカル、入社条件のチケット舞台劇では、ジロデアヌイ、ピランデルロなどの翻訳紹介のほか。 創作でもいくつかの作品を残している。中でも、風のない夜に続く梅田の第二作目の舞台劇、未知なるものは、梅田の代表作の一つに数えられるが、この作品の第一項は評論家のといた工事から、称賛され、梅田は大いに気を良くして、舞台初日を感激したものの、脚本の未熟さに恥ずかしい思いをし、以後は役者の演技を見ながら、 脚本を書き直していく手法を取るようになったという逸話が残されている。梅田と演劇との関係は晩年まで続く。1960年代末頃から趣味関連の随筆家としての活動があるになっていく。その中でも宝石と宝飾など東京書房社から刊行された一連の限定出版書籍のいくつかには梅田が愛用の 万年筆で署名している。この時期には50冊に及ぶ著書を発表した。1980年に官暦を迎えた梅田は、嫁さんをもらったら読む本を上司。梅田は後書きで、それまでの破綻の多かった結婚生活を反省し、二人の子供をはじめとする後の世代への遺言であると、10回し、自身の活動に一区切りをつけようとした。続けて、 自身の収集家としての活動の集大成として、1884年に、ウォーターマンが万年筆を発明してから100周年となる1984年までに、万年筆100年史を執筆する計画を打ち出すが、果たせずに生涯を閉じた。客観的に、梅田の分泌活動を総括すると、1960年代後半から1979年までが最も活発であり、 自身の趣味に関する分野の著述、翻訳において、最も交際を放っていたと言える。小説、随筆、擬曲、翻訳など幅広い文筆活動を行ったが、結果的に自流に沿ったテーマの著書が多かったため、趣味人の作家というイメージが強かった。著作もトレンド関連書など、その多くが時の流れと共に風化していく運命にある、ことは否めない。舞台劇。 ラジオドラマテレビドラマ、映画原作映画脚本アンティークパイプ万年筆、洋酒風俗トレンド、実用雑学パズルゲーム小説技曲評論文歌詞。ありがとうございます。